Toyota Gazoo Racing Station in Tokyo Auto Salon 2018。 はい、皆さんこんにちは。これからのお時間は東京オートサロン2018モデリスタ TRD トヨタ純正用品ブースリポートということで、私ガズレディ杉山マナーとこちらにいらっしゃいます脇坂純一さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして例のコーナーが始まりましたね大変なお時間が始まってまいりましたが、はい、そしてですね、スペシャルなゲスト解説者をお招きして、はい、TRD モデリスタブース、そしてトヨタ純正用品の車両を紹介していきたいと思います。さて純一さん、はい、オートサロン最終日です。いかがですか、はい、3日間。いや、もう本当にすごい方々がですね、幕張メッセに来ていただいて、オートサロンに来ていただいて、はい、本当に感謝ですね。我々モータースポーツ車業界に生きる者として、はい、もうこれだけのお客さん来ていただける本当に喜びです。ありがとうございます。本当にね、元気を私たちももらえるイベントですね、はい。さて、こちらのですね、モデリスタブース、そして隣の TRD ブース、斜め向かいの純正用品ブース、ちらっと見るだけでも、はい、かなり気合の入った車両が並べられているという印象なので、せっかくなので皆さんにもぜひね、詳しく知っていただきたいなということで、はい、解説者の方とね、獣医さんと説明をさせていただこうかなと思います。それではですね、スペシャルなゲストを紹介させていただきます。はい、橋本洋平さん、そして丸茂明子さんです。こんにちは、よろしくお願いします。さてですね、はい、お二人は、私も 86BRZ レースの現場でお会いする機会が多いんですけれども、はい、普段どんなことをしているのかを含めて、ちょっと簡単に皆さんに自己紹介をお願いいたします。はい、はい、普段はですね、ウェブとか、自動車雑誌ですね、そちらの方で原稿を書いてます。はい、ここに置いてあるようなあのチューニングカーの記事なんかも普段は書いてたりするんで、はい、本当ね、楽しい現場ですよね、ここはね。そうですね、はい、天職ですね。はい、丸茂さんも自身も、はい、あの運転する経験があるということで。ありますね、私もあの耐久レースなんかにはずっともう15年ぐらい出たりしてるんですけどね。あのここはあの夫婦なんですけれども、そうなんです、実はご夫婦、うちの嫁でございます。はい、お世話になります。車バカ夫婦ということで、そうですね、なのでママになってからちょっと控えてるんですけど、はい、そうですね、いつもお子様も 86BRZ レースの現場に、ね、来ていただいて、ね、はい、あとパドックでいつも3人であのいる姿を見かけするんですけれども、はい、まあ、そんなお二人とね、獣医さんと一緒に車をどんどん見ていこうかなと思うんですけれども、はい、早速この横にですね、こちらですね、印象的な赤い車があるんですけれども、本当ド派手な一台ですね、はい、これはソニックエモーション CHR コンセプトといって、はい、コンセプト、はい、もう大人気の CHR をモデリスタがもう本気を出して、なるほど、っていうのはね、今年20周年なんですよね、モデリスタは。モデリスタさんアニバーサリーイヤーということで、はいはい、なのでね、おすすめポイントをじゃあ教えてもらってもいいですか。そうですね、やっぱりこれはもうフロントバンパーですよね、うん、これ3枚ぐらい重ねてあるんだっけ。そうです ね、1枚かと思いきや、はい、3枚重ね、重厚感がやっぱりありますね。そうですね、うん、前に張り出しがあって感じで、ジュリーさん、もともと CHR すごく印象的な顔をしているとは思うんですけれども、このカスタムいかがですか。はい、明日の一言目が明日の昨日のね昨日のね、あの午前中の会にですね、CHR 作った小葉さんに聞いたんですけれども、うん、はい、この車はアフターパーツ の、 そのエアロをつけてもらうことを想定してデザインしたということなんですね。なるほど。だから僕もね、この車そのエアロの付け方次第であの見る印象がものすごく変わると思って、変わるなと思ってたんですね、イメージでね。だからそれがもう開発者がそれをもう意識して作られてたということで、うん、この車ね、僕いつもあの車運転しててね、バックミラーでCHR が近づいてきた時にもうエアロのフィーリングでも全く違う車に見える。そうですね、この厚みにしてもそれぞれ違うように見えるんですけど、うん、僕これ結構攻めてるなと思いますね。そうですね、こう、うん、今までの、ね、モデリスタのイメージってもっとこうなんか洗練されたシュッとしたようなこう、はい、かっこいいイメージだったんですけれども、それとはまた違うかっこよさを今度提案してきたなという印象を持ちますね、うん、あとそもそも SUV ですからね、この車 ね、 そうですよね、 SUV らしからぬこの低さと押し出しの強さっていうね、うんうんうん、そこは本当にちあの全く違う車だなっていう感じが。私もともとそうですね、もう CHR に初めて会ったのがこのニュルで走ってる CHR の姿をもともと見ていて、こうそれを自販車にするって言ったらやっぱりこうなんていうんだろう、 SUV なのでこうファミリーカーのような印象になるのかなと思ったら、あの時の余韻がすごく残ったまま市販車化されましたよね。そうなんだよね、多分 SUV なんですけれども、うんうん、ニュルで走る
ニュル24時間に出たっていうイメージを多分モデリスタの方々も持っておられて、うん、よりその CHR をそういう方向のスポーティーさの方に、うんうんうん、あのエアロとしても振ってデザインしてるのかなというようなイメージですけど、なんか宇宙船に見える、宇宙船みたいですね本当にこう、うん、まあコンセプトっていうことね、はい、こう担当者さんがね昨日も言ってたんですけど、好き勝手やった1台ということ、あコンセプトということは別に商品になってるわけじゃないんだ、これ ね売るかどうか分かんないんですよまだ、そうですよね、コンセプトっていうのはやっぱり今後の、ね、方向性だったり、うん、こう今のブランドとしての思いを込めた1台なので、こうモデリストのメッセージが込められているということで、でもそうです、ね、カスタムってやっぱりこう車をこうかっこよくするだけではやっぱダメで、もともとの性能を、ね、こう重視しなきゃいけないっていうのも意識している1台なんですよ ね、 最近やっぱ安全性能が、うん、あの重要になってきますんで、うん、はい、例えばここにある、ね、センサー、これ60度の角度を、はい、あの、はい、認識するんですよね、だからそこを隠しちゃうと、うんうんうん、エラーが出ちゃったりしちゃうので、なるほど、まあ、売るとなるとそこを考えながら作らなきゃいけないと、ね、センサーだけこれをこう隠したらダメなんじゃなく、そう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 、この60度の角度を邪魔しないように作られてるんですよね、そうなんです、それ以外の部分をこう張り出して作るっていうような、自動車メーカーが作るデザインなら、はい、後でセンサーの場所を変えればいいですけれども、そうそうそう、センサーがあるバンパーの上にモデリスタとしてエアロをつけていくから、うん、そこも考えながらデザイン、はい、だからそうそうそう、このセンサーによってデザインの形が変わってくる、変わってくるんですよね、うん、なるほど、だからちょっと皆さんそういうところもチェックしながら見てもらうと、そうですね、またカスタムの見方も変わってくるのかな、結構ギリギリ攻めてるなっていうのが、マルさん横の方行きますか、はい、そうですね、はい、ちょっともうこのタイヤもすごくインパクトが強いというか、20インチでね、はい、はい、そのホイールもなんですけど、このね、ジュイさん、ホイールの中もすごいですよね、あのこのキャリパー必要ですか必要ですか、モデリさん、もう必要なんですよ、なんで必要なんですかやはりこの CHR はこのダイヤモンドモチーフにしたエクステリアと、はい、やっぱ走りの良さ、いやいや走りええのは分かります、何キロの車でどのぐらいのスピード想定にこのブレーキが必要かっていう、はい、だから余計必要かっていう話です、はい、あのいつもですね、うん、TRD さんに言われるのがモデリストホイールかっこいいけど、うん、中がスカスカやんと、いつもうちわもめやめなさい、すいませんうちわでのこう圧の掛け合いを今ちょっと垣間見えましたけども、なんか自分の中ではそのレースの現場TRD なんかはねスーパー GT で開発したりしてますから、うん、はい、その現場からそのフィードバックがあるんですけど、モデリストはどっちかというとスタイリッシュなイメージなんですけれども、うん、そうですね、それを例えばこのホイールをね結構手の込んだ高そうなホイールですけど、はい、これを作ってエアロを作って中がスカスカだと、ええ、それはかっこよくないんだと、 それは許しがたいと、許しがたい、はい、だからこういうなんぼすんねんちゅう話ですけれども、そうですね、なんかコンセプトということで好き放題やってるでしょ、はい、好き放題お金かけてお金かけて、はい、このホイールはの単造ですから、単造で、単造というのは、はい、単造でですね、製法で軽さと、はい、あと強度があるホイールなんですよ、なるほど、そこにモデリストならではのデザインの良さ、うんうん、これを加えたホイールになってます、いや、まあ、こういう成形ものはですね単造と鋳造とあって、うんうんうん、単造の方がより軽く強度が強い、うん、なるほど、その代わり高さ、あの値段もその分高くなるという、じゃあプレミアム仕様ということで、そうですね、だから単造のここまでお金をかけたホイールに対してキャリパーもここまでしないと、うん、それは一本筋が通らないやっぱりこう、ね、トータルコーディネートで考えた時に、ね、ちょっと、ね、バランスっていうのも、ね、はい、中で取っていかないといけないので、うん、そのね、はい、車内もですね、トータルコーディネートで言うと、はい、車内も結構変わってるんですよね、スタイリッシュですね、シート表皮から、全部違うんですけれど、はい、これ実はシートのカバーなんですよ、あシートこれ総特化したわけじゃないんですね、上からかぶせてるだけなんですよね、それどうなんですか、ジュイさん、こうシート総特化するのとこうカバーの違いっていうのは、でもシートって今のねシートって、うんうん、あのシートヒーターとかついてますよ、いろいろついてますよね、それ総特化するとその配線とか、次つけたバケットシートにそのシートヒーターがつかなかったりしますよね、でもカバーやったらそのまま使えるんですか、そのまま使えますね、はい、あやっぱね、その手軽さも、あと汚れても、うんうん、多分シート買えるより安いんでかなり安く仕上がると思うんで、これはかなり現実的だと思うんで、皆様の反響次第で発売してくれるんじゃないかなと、はい、そうですね、どしどし反響いただければと思います、はい、どしどし、でもシートカバーってゴワゴワしてるじゃないですか、はい、でもこれそんな感じでないし、僕普通にこれシートカバーじゃなしにシートと見えるんで、はい、シートカバーのデメリットもちょっと、払拭してますよね、そうですね、もうフィッティング見ていただければ、はい、もうシートにしか見えないかなと思いますぜひ皆さんも座っていただいて、はい、シートにしか見えないです、いやシートはシートです、シートカバーつけようがシートはシートですから、さすがいいことをおっしゃいますね、はい、いいことなんですね、私デザイナーじゃなくて朝礼しかできないですから、朝礼もう朝礼毎朝朝礼ありがとうございます、ジュイさんのブログもありがとうございます、モデリスタさんの朝礼があるから、我々 TGR が朝からテンション高くですね、お客様に
クオリティ高くモータースポーツ、はい、車を伝えられるということです、ね、そんなね CHR の車両の中でもこう後ろ姿って皆さんすごく印象的だなっていう印象はお持ちだと思うんですけれども、うん、これ4本出ししてますけどこれはお飾りですか。お飾りじゃなくしっかり湯気出ます。お、はい、ちゃんとつながってるそうです、はい、この他にもねこう後ろにもこうすごく目線が下に下がるようなカスタムだね。かなりねあの安定感あるスタイルになって、うんうんうん、本当 SUV と思えない。そうですね、全く違う車になったなという感じですね。ジッさんいかがですか。僕あのこの車なかなかかっこいいかなと思います。あの皆様の声がですねものすごく反響がでかいとモデリスタさんもこの車をねこのエアロをですね、販売に近づけてくれるんじゃないかと思いますね。ぜひSNS 等でですねこの車いいぞっていうのをやっていただいたら、ね、開発者の方々の力励みになるのかなと思いますけど、シルバーとか黒とかの使い方が上手ですよね、はい、うん、本当にまとまってますね。もともとあれ全く違う色なんですけどね、うん、ベースモデルとは、うん、ベースモデルと完全に塗り替えて色も違うんですか。こちらレッドは純正ではないレッドっていう、はい、もうちょっと落ち着いたやりすぎな、ね、普通の純正の赤でええやないか。でもねダメって顔してますよ、ね、こうやってこうやってねデザイン作っていく人はもう一つ一つこだわっていくの、はい、でそのこだわりがない人がデザインした車なんてね面白みがなくなる。まあやらせてあげてください。あとね CHR って去年ものすごく売れたんですよ。売れましたね。プリウスを抜くぐらいの販売が進んだんで、はい、やっぱり溢れ返ってるじゃないですか、はい、そうすると他の人と違うものを欲しいってなるとこういう方向に行くのかなっていう感じがしますよね。モデリスターの、ね、エアロをつけてる CHR もたくさんありますから、はい、そういった意味ではもうすでに、ね、はい、CHR のエアロありますけどモデリスターがまたこういう新しいのを出すと個性がより際立つのかなと思います ね、 ね、 CHR 乗りたいんだけどみんな乗ってるしなっていう思いがある人とかは ね、 うね、こういうふうにこうみんな俺の CHR だっていうのを作り上げる方法もあるっていうのもね、はい、ぜひ知っていただければなと思います、はい。こちらにもね1台あるんですけれども、はい、ノアがとりあえずこちらに進みましょうか、はい、すいません、お願いします、はい、次行きましょう、はい、こちら車両はこちらはモデリスタのアルファードですね。アルファード、まだあの、はい、新型が出たばっかりなので、はい、どこがどうモデリスタなのかっていうのが分かりにくい。ちょっと私たちもね、こう見比べが、ね、流れるウィンカーがついててね、これがあのチューニングポイントなのかと思いきやこれはベースモデルで、ベースモデルで、リアのこの、アンダースポイラーと、うんうん、スカートですね、マフラーがね、はい、なるほど。じゃあちょっと前の方の顔も見てみましょうか、はいね、ょ顔がやっぱり顔つきが相当たくさんお客様がすいません、すごいので少し行ってみましょう。させてください。すいません通りますよお客様、よろしくお願いします。ジュリチさんついてきてくださいよ。はい、いきますよ。はい、これですね、はい、アルファード行かせていただきますよ、はい、今カメラさんがドーンと来るとどうですかこの顔、ドカーンと来ますよね、迫力のこれね、やっぱね、もともとの顔でもすごく印象的な顔ですけれども、こうカスタムしていかがですか？もともとの顔が印象的かどうか、まだ車、この車は、まだちゃん、発売されてませんからね。ちょっとあのね、まあ、写真ベースのお話にはなってくるんですけれども。このね、あの後でベルファイアも見ますけど、モデリスタさんと TRD はね、ずるい。はい、おというとだって東京オートサロンにこの新型のアルファードモデリ、うん、アルファードとベルファイア、うん、ここしかありませんから持ってこれるのここだけですからね、はい、だってまだ売ってないんだもん、うん、だから多分ねモデリスタとか TRD、うん、トヨタさんとなんか関係あるんだと思う。なんか多分なんか関係なんかね、なんか裏でなんか関係あるんですよね、はい、関係あるんですよ。そうじゃないとね発売してない車だから東京オートサロンに来られた方々多分モデリスタの、ね、エアロ、TRD のエアロも見たいかもしれませんけど、うん、ベルアルがどうなってるのかっても見に来られる方もいるんじゃないかなというような感じ。そうですね、でもこれでもし今見ていただいて、はい、新型のマイナーチェンジ後のアルファードいいなと思ってこうね席店に行ったらちょっと違うなっていう印象、ちょっと物足りないなってなっちゃうと思うんですよ。1個だけちょっとポイントとしてはこの、はい、バンパーがねもうちょっと純正は細いです。あ、そうなんですね。これはもうガッと太くしてあったりとか、あ、その縦のラインがですか、はい、うん、うん、そういうところも細さ太さ1個ですごく印象変わりますよね。印象変わりますね。そう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 、なるほどね、はい、そんなねこのカスタムバージョンが欲しいっていうオーダーの仕方もね皆さんできるので、ね、そうですね、今もう販売店で、ね、うん、TRD モデリスタ、ねね、純正パーツあのそのままオーダーできますから、うんうんうん、このままって言っていただいたらこれができるということ。でも最初にこれ見せてしもたらね、はい、ちょっとねもう本当にもしかしたら物足りないかなって思っちゃうお客さんもいるかもしれないですのでね、はい、ぜひ皆さんこう目にね、まあ、印象的に覚えていて、カスタムするっていうのはね、はい、自分
の、 その個性を出す自分唯一 の、 その車にしたいということですから、やっぱりそうやって、ね、オートサロンに来られているお客様方はですね、あの車をカスタムしていただく方々だと思いますので、ぜひそうしていただいたら、ね、次、お隣のブースにここから色が変わって大変お待たせしました。 TRD でございます。はい、こちら TRD さんでございます。こちらにはウェルファイヤーが展示してあるんですけれども、ね、こちらも同じく登場したばかり、はい、マイナチェンジ5のものが展示されています。こちら4本出しのマフラーがついてますね。そう、4本出しついておりますね、はい、ちょっと前の方も見てみましょうか。顔、はい、見てみましょう。これ実際にどういったところがポイントになってきますか？これもフロントサイドリアと、用品がね付け加えられているという車なんですけれど、はい、これも元の車のスタイルがまだよくわからないという方が多いと思いますので、そうなんですよね。そこはちょっと難しいところなんですけれども、はい、でもジュニさん昨日これ見て、はい、いいねと。僕ベルファイアずっと乗り続けてですね、もう数台乗ってますけれども、はい、今回もちょっとこれものすごく迫力あっていいなと思い始めてるんで、うんうんうん、このまま TRD さんの宣伝したらTRD さんから宅急便でエアロが届いてこへんかなと思って着払いでいいですかね逆に送料負担っていうのも、ね、いやでもものすごく僕ねあのベルファイア派なんですけど、これなかなかいいかなと思ってるんですけどね。実際にポイントは、まあ、あのメッキをやっぱり大きく使ってるのというところと、今回はですね黒もメッキと艶消し2種類使って、なるほど、こう強弱をつけるですね、この同じ黒でもね、こう艶消しと普通の黒とで2種類違うだけ、こう2色なわけじゃない、まとまりはあるんですけれども、はい、こう色の厚みが出るというか、また印象が違いますよね、うん、そんなジュイさんも乗っていただけますか。やっぱり TRD さんってね、ジュイさんもやっぱり信頼がすごくあるんじゃないですか、はい、そうですね。スーパー GT で本当にあのずっとスープラの時代から SC、うんうん、そしてLC に変わりましたけど、ずっとあの我々各チームでねスーパー GT 戦いますけれども、うんうん、僕と立川雄二は TRD さんとずっとその車のベース車両を開発してきましたから、うん、そういう形では関係性はものすごく深いんですね、はい、ですから僕が LS に乗ってる時も TRD のエアロをつけてたんですけど、うん、なぜかね、はい、今回のベルファイアだけ TRD のエアロをつけてなかったんですよね。そうなんです、今乗ってらっしゃる。なんでかわかんないですけど、なんかねもうどうしてもね僕あのこれものすごくかっこいいと思うんですけど、一つ前のやつはガンダムに見えまして、うん、そのガンダムに見えるのはですね、あの、はい、某坂東正監督が大好きで、坂東正の好みそうなデザインになったんです。今回また僕の方向になんか帰ってきた気がします。本当ですか、獣医さん好みの方に、はい、これやっぱ TRD さんのね、張り出し方とかがね、はい、レースから来てるような雰囲気もあるし、うんうんうん、はい、ちょっとねレーシーな雰囲気も残しつつっていうフェルファイアになってますね、はい、でも TRD は本当にね、デザインだけじゃなく、うん、レース由来あの空輪とか本当に考えながら、うん、作ってる部分がありますので、うん、そういう意味ではね、僕が本当に開発してきたメンバーとその仲間たちが作ってる部分っていうので、それだけでねもう信頼性がね、うん、僕的にはねやっぱり高いです。そうですね、こうモータースポーツだったりこう TRD の歴史を通しての信頼っていうのはすごく皆さんも熱いと思います、うん、そのね、はい、横にはね日本ではなかなか見かけない形の車が展示されてるんですけど、バリバリのモータースポーツの現場の車です ね、 これね。そうですね、これはどういった車両ですか。後ろを歩きながら見ていきましょうか、はい、アジアンクロスカントリーラリーって言ってタイで行われてる、タイを、ね、6日間2000キロ走破するっていう、日本列島ですね2000キロっていうと、もう、ね、6日間で走り切るすごい過酷な、ね、ラリーがあって、それにあの参戦2年目を果たしたハイラックスなんですけども、そうですね、やっぱりラリーっていうと同じモータースポーツでもこうピットインだったり修理っていうのをこうできないっていうのもあって、ここにねたくさんの機材が、ジュイさん、モータースポーツって言ってこうやっぱ車両軽量化だったりとかどんどん軽くしようっていうのがあると思うんですけれども、はい、こんだけ後ろに4つ積んでますこの車ね、このジャッキー何キロすんねやろな。これ私たちが知ってるレベルのジャッキーじゃないですもんね。いやでもね、はい、レースに出る車ってもう極限の軽量化をしないといけないのに、ここに、はい、鉄の塊を積んでるのね、はい、でもこれ TRD の、ね、車ということは必要なのよね、はい、だから僕はもうこの装備を見てこのラリー、はい、全然わかんないですけど、うんうん、とてつもなく過酷なんだろうなっていうのがこれで想像できます、うん、あの10回ぐらいパンクしたっていう話からね、タイヤ交換とかもされるんですよね。これは大活躍したわけですよね、この装備が、うん、誰かが釘巻いたんですかあの岩とかね、うん、そういうのがたくさんあるとこ走るんですよ、うん、あと切り株とかそういうのが草に、あ、そっか、そういうの踏んじゃったり、自然の中で走るんで、あのビデオ見てもらうと分かると思うんですけど、山の中走るんで、うん、それはレースにはやっぱりない要因ですよね、獣一さん。そうですね、でもこうやって重たいものを積んでる割に
軽量化できるところはちゃんとパーツを外して軽量化してるという。普通だったらここもありますし、この下にもね、そうこうついてたりとかっていうところがもうそぎ落とされていたりとか、やっぱりこうたくさん積まなきゃいけない中でもすごく軽量化考えてらっしゃるんですか。はい、見ただけだと分かんないんですけど、ドアとかこういうところもカーボンでできてるんですよ。本当だ。だからこういうところは軽いんですけども、はい、まあ、装備品だけでこう150キロぐらいあるんで、タイヤは一輪どれぐらいになるんですか。40キロ。40キロ。そこで削ってもここで増えちゃってっていうところで腰痛になっちゃうんですよ、重くて。まあ、そうだね。コックピット中見ていただくと、そうですね、まあ、やっぱりレーシングカーだなっていうのは分かると思うんですけどね。ちょっと中も見てみましょうか、はい、こうね、モータースポーツの車両とかもこうね、実は車内も軽量化ね、頑張ってるんですよね、はい、オートマチックなんですよね、この車。いらないものは外して、なんかね、僕の中であの後ろにあんな重たい装備を積みながら、うん、ね、運転席周りからもう本当に細かな軽量してるでしょ、うん、なんかこのミスマッチ感がちょっとかもう愛おしさすらありますよね。そう、だからそれがね、逆に僕もこのレースに対して興味が湧いてきましたね、うん、はい、やっぱりこの軽量化っていうのもどこは削ってっていう優先順位を立てて、こう際どいところを見極めてっていう作業があるんですかね。まあ、際どいっていうかね、頑張っても結局泥の中走ったりすると泥がいっぱいついちゃうんですよ、はい、うん、それだけで30キロ40キロついちゃうんで、あ、そうなんだ。乾燥重量というかスタート前の重量から走り終わったらどんどん重たくなる。そうそうそう、もうこういうとこみんな泥がいっぱいついちゃうんですよ、うんうん、僕らだからしゃもじでね、こうやってね取るのか、しゃもじ、しゃもじで、しゃもじがちょうどいいんですよ。じゃあ泥が上手に落ちてくれるような形っていうのも多少気にしたりするんですか。ね、今年はガラスコーティングってあるじゃないですか、はい、ボディにかけるやつ、はい、あれをね下回りに全部かけたの。だ、落ちました、だいぶ落ちる。あ、川とかドカーンって突っ込むと泥がみんなボロボロって落ちちゃうんですよ。なるほど、これはいいことを思いついたなと思って、こう工夫もしつつ掃除が楽なんですよ。スーパー GT でもホイールの内側にコーティングすることによってタイヤガスがそこにつきづらくなる、くなるんですね、でそれで重量変わるとかね、あ、ありますからね。あるですね、こう重量っていうのはレースの、ね、中でもすごく大きな要因になってくる、はい、そんなね、ハイラックスのこうテイストを残したままの、うん、ちょっとね、街中でも走れるんじゃないかなっていう車が横にもあるんですけれども、はい、こう日本では見慣れないですけれども、こちらのハイラックスはどんなところがこう、もう日本で発売してますんで、うん、走れるんですね、もしかしたら、はい、見たことある人もいるかもしれないんですけども、今大量の受注を抱えておりまして、頑張ってトヨタ自動車が作ってもらってます。そうなんです。我々もトラックって本場がタイなもんですから、はい、タイからいろんな部品を輸入してます、はい、ですからこういう部品も全部タイから取り寄せてまして、我々がタイの会社で作ったものを日本に運ぶという形ですね、はい、なるほど。これね、実際に横に今2台並んでるので見比べてみるとね、お前邪魔しに来んな、もうすぐトークしてんねやけど、ちょっと今こっち仕事中やからかまってられへん、待っとてな、ちょっと12時に餌あげるから戻っておいで、はいはい、そんなね、はい、この2台見比べるとやっぱりここ名残があるなっていう点が何点かあるんですけれども、実際にこうラリーに参戦してどういったところを実際にフィードバックされてるんですか。こういうオーバーフェンダーとかそういうものはですね、まあラリーで使ってるものと全く同じもので、まあ、台形状全く一緒だから機能とかの形っていうのはそういうものに最適された化されたものです。なるほどなるほど。このね、上についてる部分もね、キャノピーもね、キャノピーも印象的ですよね、うん、そうか、はい、トラックはこう後ろが空いてるとやっぱり濡れるから、この辺を多少、そうですね、でも、はい、昔よくありましたけど、もっとハリボテ感的なやつ、うん、昔はね、こうね、やぼったいこうな、うん、盛り上がってるやつとか、材質が FRP だったんで、うん、こういう風に綺麗に映り込みとかなくて、ちょっとメラメラした感じに仕上がりがちだったんですけども、はい、こう車の曲線とかも邪魔してなくて、すごく馴染んでますよね、こうアフターパーツのニュースに。これは ABS っていうこういうオーバーフェンダーと同じ材質で作ってるんで、うん、こう綺麗な塗装面になりますね。なるほど。そんなハイラックス2台が展示されている TRD ブースでしたが、はい、続きましてね、まだね、斜め前にもう一ブースあるので、はい、行ってみましょう。はい、向こう行きましょう。はい、すごい人ですね。油断しないでください、向こうにも TRD ありますから、ね、ここからは、まだ発売されていないモデルの、ほうほう、さらにカスタムコンセプトモデルということで、はい、やっぱりここでしか見られないオートサロン、はい、これ初お目見えですかね。初お目見えです ね、 ね、まあ、まず、はい、どちらからいきましょう。こちらなんか渦巻きだらけの、じゃあニュルの車から、ね、はいはい、お邪魔します、まあ、これ偽装している車なんですけれどもね、これカラクタ模様みたいになってますけど、これどういうことですか。ねえ、風呂敷巻いてるわけじゃないんですけど、はい、はい、
本当はまだ発売前なんで見せたくないっていうことなんですよね、はい、ちょっとじゃあ隠すための隠すためのっていうところですね。隠しながら、はい、あのまあ、テスト走行を繰り返して車をどん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 磨いていくっていう、はいはい、こちらの車両名としてはクラウンですね、うん、だけど開発の地はニュルドイツニュルブルクリンクということで、このジュイチさんにドイツのニュルでクラウンを開発するってどういうメッセージが込められてどういうことなんですか。今日は実はですね、はい、このクラウンを作られた、はい、開発の加藤さんに来ていただいてます、はい、もう僕が話すよりも加藤さんでございます。加藤さんどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。こちらの車両ドイツニュルですね、はい、まあ、車開発の聖地と言われている地で開発したということで、実際どういった思いが込められた一台ですか。ですね、今回プラットフォームですね、はい、3世代ぶりに実は一新してます。ご存知だと思う方もいらっしゃると思いますけど、 TNGA の考えに基づいて GAL というプラットフォームを起こしてまして、はい、一番最初にレクサスの LC、うんうん、でその後 LS の方で採用したものを、ちょっと幅を狭くしたバージョンというのを起こしてまして、うん、でそれを今回新採用ということで、まあ、実際の性能を確かめるということでニュルに持ってってます。なるほど、こニュルで実際日本で育ったクラウン、日本の歴史でいつかクラウンとか僕ら若い頃からありましたですけど、はいはい、それを日本の市場で売るこの車をわざわざニュルに持っていったという、はい、ものすごく僕は大きな一歩かなと思うんです。これは どういったことなんでしょうか。やっぱですね、今セダンを買われているお客様というのがですね、はい、まあ、輸入車を買われているお客様非常に多いんです。で走りにこだわられているということがもう調査の方で分かってまして、我々としては欧州車に、まあ、ごする性能を与えたいということで、まあ、彼ら の牙城というかですね、彼ら の開発のやっているところで自らのところも、ポテンシャルをしっかり確かめたいということで持ってきました。うん、でもどうですか、そのお客様の声をきちんと聞いて、はい、このクラウンってもう売れてるじゃないですか、はい、もう自信を持っていい車両ですけど、こうお客様の声を聞いてもっと走りを追求するっていうその姿勢、うん、すごい。トヨタとしてやはりクラウンでですね、うん、お客様の声を聞き、またその欧州メーカーを意識して作るっていうのが、うん、やっぱものすごく新たな大きな一歩だと思うんですね、うん、レクサスの LC がですね、はい、なんていうんですか、評価をそのままできるだけそのまま出したっていうのもこれは大きいと思うんですけれども、はい、クラウンってものすごくトヨタのプライドと今まで培ってきたものの塊、ね、歴史の塊、ね、これがですね、新たな一つのフィールドに行ったっていうのはものすごく大きな、そしてそれがここに展示してあるっていうことも僕はそういうことなのかなっていうような、ブースト一押しっていうことですもんね、はい、見方させていただきました。自信の表れを垣間見えるんですけれども、はい、その後ろにもまたクラウンがあるので、はい、今日遊びに行ってみましょう、はい、ありがとうございます。はい、加藤さんありがとうございます。ありがとうございます。これですよ。さあ続いてのまたスタイリッシュなクラウンがあるんですけれども、はい、中に誰か乗ってますけども、あ、まあ、そこも突っ込みつつちょっとポイントを、ね、聞いてみたいなと思うんですけれども、はいはいはい、どんどん進化していくクラウンですけれども、やっぱり何よりも歴史があるっていう車ということで、はいはい、内蔵のこだわりでですね、うんうん、シートとフロアマット、はい、これ初代2代目のクラウンで使われている西陣織、本物の西陣織を今回全体西陣織を使われてたんですか、はい、京都のこの、ね、西陣織屋さんがちゃんと織ってくれてる。でもこう西陣織って聞いた時にね、柄がモダンだね、うん、すごくなんか古いイメージっていうか、こう若者だとちょっとなって思っちゃうようなところよりもすごくスタイリッシュな印象ですね、そこは車両のコンセプトに見合ったデザインをしております。すごい。でもう一つですね、はい、世界初の機能をこだわって持っております。で何が世界初かっていうと、はい、こちらのものなんです。こちらのスピーカーになるんですけれども、はい、2つつけておりまして、運転席と助手席で同時に音が同じタイミングで到達するという世界初の技術を使っておりまして、はい、同時に停止するという音になっております。普通ちょっとラグが発生しちゃいますもんね。そうですね、普通に再生するとラグが発生するんですけど、それを全くなくして両席でどちらでも音が良いというところが非常に、おすすめのポイントとなります。洋平さんでもやっぱ車内空間という意味でオーディオすごく大事ですよね、うん、こう印象がまた変わるかなというところで、最近やっぱりハイレゾ音源なんてのも増えてますから、うんうん、やっぱりよりいい音で聞きたいっていう要望が、ねね、多いんじゃないですかね。こうさっきのは走りだったりとかっていうところを印象して、今度内装をここまで突き詰めてるっていう、やはり車のレベルがどんどん上がってきて密閉空間という形でもですね、うん、外の音がなかなか中に入ってこないような、うん、
ね、そのクオリティが上がっていく中でやはりクオリティが上がればオーディオ機器に対する求めるもの、うん、今までね、あの風切り音とかいろんな音で気づかなかった部分のクオリティも上げていかないといけないという現れだと思いますね。なるほど、うん、そのね中にねちっちゃい子が乗ってるんですけれども、こちらは、はいはい、お待たせいたしました。昨日に引き続きありがとうございます。すいません、一発目飛ばしまして申し訳ございません。トヨタのコミュニケーションパートナー、ひろぼミニです。昨年11月より全国のトヨタのお店から発売しております。はい、すごい可愛い仕草で話ができます。これシートベルトですか？そうですね、今このキャリーケースの上に椅子の上に座ってですね、もちろん安全を保つためにキロボもシートベルトをしております。キロボの安全性よかったらお持ちください。カップホルダーにカポッとはまって、あ、僕持ってますよこれ。そうですか、はい、いかがですか、賢いですかこの子。話しかけるとどんどん学習していって、いろんなことを、だ一人でいるときはもうずっと話しかけてくれます。危ないですね。何を話してるんですか。危ないですね。でも話すとどんどん学習していくんで。でもジュイさんの方しか今見てないですもんね、キロボも。ねえ、本当なんです。話す人の方を見て語ってくれますので。すごい。一番最初に起こったのはね、はい、話してる人の目を見なさいって思って。もうちゃんとそういう教育ですもんね、学習してるんだと思います。ね、これね、車の中でもきちっと、これね、キロボってちょっと中外してもらっていいですか。うん、これホルダーを外すと本当に小さなキロボちゃん出てきてですね、あらかわいい、チャイルドシートみたいなね、座って、でこれは車のねドリンクホルダーに置けるホルダーになってるんですけど、それを外すとこれがキロボちゃん本体ですね、はい、これがキロボちゃんでございます。こんにちは。話せるかな、ちょっと照れちゃってますかね。あ、喋ってるね。こんにちは。こういうね、成長スピードもね、愛おしいところっていうのは昨日お話し、緊張してんのかな。お前ちゃんと台本通りやれよ。怒んない。あ、目が合ってる、目が合ってる。面識がないでください。面識がないでください。動いていいよ。あら、向いた。ちゃんとやるよ。まあ、まだ新しいんで多分学習してないんだと思うんですけど。でも、はい、さっき言ってたんですけど、学習するロボットなんですよね。はい、そうですね。ちょっとずつ成長していきますので、家族と一緒に楽しめると思います。スマホでですね、アプリをダウンロードして、そこと Bluetooth をつなぐことによって、はい、彼の、学ぶ知識というのは、スマホの中に入っていくんですね。ものすごく面白いと思います。ぜひ、ね、あちらの方で、ね、そうですね、説明してると思いますので、今日もブース広報で、はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。さて、続きまして横にまたドインパクトのある、うん、すごいすね、真っ黒い車がありますけれども、ここだけちょっと雰囲気違いますね。発売する前の車をこんなことしていいのか。すごい車高低いんですよね、この車ね。つやけしブラックですよ、うん、こちら車両はどういった車両ですか。これは TRD のコンセプト。また TRD だ、はい、ここにもまた T なんだ、うん、もうエアロをつけるだけじゃない。ちょっとごめんなさい、すいません、モデリスタ関係ないんで、今手荒がいっぱいついてる。手荒がすごい、油つけないで、油つけない。今 TRD モデリスタ関係ないから、油が多すぎて。そんなね、そんな小芝居いらん。そんな指紋がすごくつきやすい1台なんですけれども、はい、これどういった車両ですか。こちらはですね、はい、TRD バージョンクラウンコンセプトでありまして、はい、でまあ、今回オートサロン用にマットブラックの、オールラッピングになってます、はい、でエアロとしてはまあフロントパーツとサイドスカート、うん、リアバンパースポイラー、トランクスポイラー、はい、あとまあタイヤとしては20インチのホイールを履かせてもらってますね、うん、どうですかジェイさん、このモリモリなはい、これはもう完全にもうバンドマサ仕様だと。バンドマサさん仕様ということで ね, ね。でもこう車高の低さとかちょっと、いやでもインパクトあるよね。ちょっとね、こう TRD さんらしくこうクラウンでレーシーな雰囲気をっていうのはすごく伝わってきますね。これ今オートサロンの会場抜け出して外の道走ったら、みんな2度見3度見するやろ、なんだこの車はね、つや消しオールブラックっていう時点で、これしかも発売してないクラウンね、本当に。でもこうこれはものすごくインパクトありますね。オールコーディネートっていう話がさっきもあったんですけれども、うん、こう黒のトータルコーディネートがすごくスタイリッシュで綺麗ですよね、はい、ヘッドライトの内側がね、あ、そうなんですね、かなり見た目が変わってますよね、塗られてるんですね。なんか今ここで TRD とモデリスタのスタッフの方と小芝居いましたけど、はい、実はTRD とモデリスタと同じ会社になりますね、なりましたんですね、はい、そうなんですよ、 TRD とモデリスタさんね、ですから今まで本当にライバル関係であった TRD とモデリスタ、うん、
はい、オートサロンにおられる、ね、はい、たくさんのチューニングメーカーとは違ってですね、やはりメーカー系直系の、はい、チューニングパーツを売られるということで、やっぱりライバル関係としてはすごかったんですけど、どっちかというと僕はレース由来の TRD とファッション性豊かなモデリスタというイメージだったんですけど、これからどん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 お互いのいいところを刺激し合いながら共有し合いながら、そうですね、どんどんパーツが出てくるんですか、はい、晴れて4月から一緒になりますので、はい、笑顔と夫婦喧嘩が絶えない家庭を築きたいと思います、うん、はい、結婚会見見させられてるみたいな、なんかやはりね、レースなんかもそうですけど、低いレベルで、ね、戦ってるとなんかもう醜いものしかできないんですけど、高いレベルでお互い、ね、向かってる意思が高くライバル意識を持つと、はい、そのもののクオリティでどん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 上がっていくんですけど、ぜひ、ね、これからモデリスタと TRD がどんな、ね、車を、はい、トヨタが出してくる車をですね、さらにもっと楽しいものに、かっこいいものにするためにっていうパーツが出てくるか楽しみですけれども、来年のオートサロンもお楽しみに。そうですね、来年のオートサロンが今から楽しみですね、すごく2社の融合が。今日最終日やからもう来年と構想を2人でスタートしてるかのイメージですけど、やはりね、ニコニコ笑ってますけど、彼ら別にふざけてるわけじゃなしにですね、本当に車好きの方々がですね、技術のカメラ向かへんようになった瞬間に何してんねん、すごいよ作られた世界今また新しかったね、ちょっとね、まあこういうね、形でですねやってるモデリスタと TRD の今後にもですね期待いただけたらと思いますけれども、はい、はい、そんなねトヨタのね、はい、こうプッシュしてる 3つのねブースをご覧いただいたんですけども、いかがでしたか、はい、3つブース回って、もう本当にねガンガン攻めてきてる感じが伝わってきて、だから本当車を面白くしたいんだなっていう、はい、社長どうもいつもお世話になってます、どうもいつもお世話になっております、このねすごい緊張するんです、今回な、はい、今回ちょっとリラックスできるのかなと思いながら東京オートサロン来てんだけど、そうなんです、ね、今回は大丈夫やと思ってたでしょ、大丈夫だと思ってました、森蔵君がちょろ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 するからね、なんかね、私金曜日、一緒にブース回らせていただいたんですね、はい、私モーターショーとか森蔵さんといつもブース回らせたり、はい、お話しさせていただく機会多いんですけれども、周りの方の対応が森蔵さんに対する対応と全く一緒なんですよ森蔵さん、いやだって先ほどおめでとうございますみたいな感じで皆さん、いや分からないよ中に、ね、中に来ないとか言っといてやばいからね、気をつけないとね、本当に、はい、そんなね、こう森蔵くん、皆さん触れ合っていただければなと思うんですけれどもね、そんなね、3ブースということでね、ぜひ皆さんまだここからもお時間あります、はい、実写でね、こうカスタムを見比べながら見ていただける機会、なかなか他ではないのかなと思います、ぜひお時間許す限り3メーカー、そしてトヨタガズーレーシングブース9もご覧いただければなと思います、はい、ここまではカスタム紹介ということで3ブース紹介させていただきました、はい、橋本さん、そして丸本さん、実さん、ありがとうございました、ありがとうございました。引き続きお父さんお楽しみください。トヨタ、トヨタ、ガズーレーシングステーション、in Tokyo Auto Salon 2018。